県内にある全日制39校と定時制4校合わせて43校の県立高校では今日から一次入試の願書の受付が始まりました。大分市にある大分上野ヶ丘高校でも午前中から中学校の担当者が願書を持って訪れていました。県立高校の一次入試の募集人員は全日制で合わせて5864人、定時制で362人となっています。出願期間は今日から来週の19日までです。19日の夕方には当初の志願状況が発表されます。また志願の変更の期間は21日から27日までとなっています。そして来月5日に学力試験が実施されるほか、一部の高校では6日に面接などが行われます。一次入試の合格発表は来月8日の予定です。